皆さんこんにちは、もみじです。今回は、最強主人公をテーマにした漫画を紹介します。紹介する作品はこちら。常識知らずの最強魔導士、です。原案、新興諸島。原作、青月浩二、スカイファーム。と豪華な原作陣ですね。実績確かな3人の先生たちの合作となればこれはもう期待するしかないでしょう。ところで今回は最強賢者ではなく最強魔導士でよろしいのですか？それでは中身を見てみましょう。魔物の巣窟である迷宮を攻略する者、攻略者、には、攻略者学校を卒業した、認定された攻略者、と、学校を出ていない、我流攻略者、の2種類が存在します。11、認定された攻略者、と呼んでるんですかね。ただ学校の入学には一定の資金力と実力が問われ、それが攻略者の最低ステータスであることから、我流になるしかなかったものは、あらゆる侮蔑、差別、嘲笑の対象となるそうです。エリート日雇い肉体労働者が、底辺日雇い肉体労働者を笑い物にする構図ですね。ところで、命がけのお仕事にその肩書きがどれほど役に立ってくれるのでしょうか。そんなかなり無理めな設定の世界の山奥で暮らすこちらの青年が、本作品の主人公、ルークです。どうやらステータスを表示させる魔法、ステータス魔法、が初めて成功し喜んでいる模様。そして、こんな簡単な魔法に苦労するなんて、本当俺は実力が足りないな、とわかりやすく一旦自己評価を下げますが、とりあえずこれで攻略者学校の試験を受ける準備ができたそうです。そんな彼が攻略者を目指したのは5年前、攻略者だった両親が行方不明になった直後で、攻略者の入門書を偶然発見し、攻略者になれば両親の捜索も生活費を稼ぐこともできると考え、そこから勉強や魔法の改良、そして毎日迷宮での修行を重ね、5年の歳月を経て試験のための資金も貯まり、ようやく準備が整ったのです。迷宮を攻略する方法を教わる学校に入るため、迷宮で修行を続けてきたのですね。まあ深く考えるのはやめた方が良さそうです。こうして荷物を抱えたルークは、長い足を伸ばしていざ、攻略者学校に向かうのでした。さて、場面は変わってこちら、攻略者学校近くの路上です。そこで名門貴族のファスナー様が、あんな強いファイアボール見たことないぞ、とギャラリーから称賛を浴びてどやっていました。強いファイアボールとな。まあそれはさておき、この人路上で何やってるんですかね。そんな大道芸を披露するファスナー様が気持ちよく自分に寄っていると、背後から巨大な荷物を背負った男が現れ、ため口で攻略者学校までの道を尋ねてきました。はい、もちろんルークです。その風貌に驚いただけなのか、それとも度量が大きいのか。初対面の人物、それも貴族である自分にため口を聞くルークの無礼さに気を悪くすることなく親切に教えるファスナー様ですが、残念ながらルークでは合格できないと忠告してきました。何がいけないのでしょうか。その理由とは、幼少期から英才教育を受けてきた自分が唯一の合格者になってしまうからだそうです。はて、普通飛び抜けて優秀な生徒が一人いたからといって、それが他の受験者を不合格にする理由にはならないでしょう。バトルロイヤルな入学試験なんですかね。しかし本当にそうなっては困ります。ファスナーの頭の悪い指摘を真に受けた頭の良くないルークが、我流冒険者になるわけにはいかないとつぶやくと、周囲のギャラリーがドン引きします。どうやら、我流、という言葉を聞くだけで嫌悪するのが普通のリアクションらしいです。はぁ、そうですか。でまあなんやかんやあって攻略者学校に到着。最初の試験は、ステータス試験。ステータスを書き写せば良いらしいです。まあステータス魔法が使えることが条件とありましたのでその確認でもあるのでしょうが、それ、試験と呼ぶほどのものですかね。そしてルークのステータスに疑念を覚える試験官に、間違いないとまたもやため口で答えるルーク。どうやら上下関係を敵に見抜かれないよう、攻略者は敬語を使っちゃいけないらしいです。攻略者は何と戦っているのでしょうか。その後特に語ることもない座学試験を経て、さあ皆さんお待ちかね。実技試験の始まりです。しっかり的もありますね。そうでなくっちゃ。そんな試験を担当するのはスワロという男性教師で、
評価が厳しいことで有名らしく、なんでも昨年は彼のせいで合格者が一人しか出なかったそう。横にいる受験者も、今回の試験官は厳しいやつばかりだ、と悔しそうにしています。なんでかは知りませんが、彼は座学試験でも試験官に相当苦労させられたようですね。それにしてもどいつもこいつも、学校教育をなんだと思っているのでしょうか。一人で授業を受ける先輩が不憫でなりません。こうして試験が始まり、最初に挑むのはもちろんこの人、ファスナー様です。試験内容に難色を示す受験者たちを尻目に一番手を買って出ると、先ほどと同じく自慢のファイアボールを発動し、雑魚どもはその効果力にびっくりです。さっきから強いだの効果力だの、視覚情報でわかるはずもない指標で驚くのはやめてもらえませんかね。その期待に応え、受験生とは思えない実力を見せつけるファスナー様。5発中3発命中という素晴らしい結果を残し、カマセイヌとしての仕事を立派に果たします。さっきからやたらと驚いてますけどこれ、受験者のレベルが低いのか試験の難易度が高いのかちょっとよくわかりませんね。その後の試験は低調な結果が続きます。どうやら今年は全体的に成績が良くないらしく、有望なのはファスナー様くらいなものだそうです。一人しか合格していない去年より悪いってことですよね。このままではファスナー様が一人ぼっちになってしまいます。といったところで真打ち登場。いよいよルークさんの出番です。そこでルークが、使う魔法はファイアボール以外でもいいのか、とスワロに確認したところ、初心者向けのファイアボールが無難だと忠告を受けるものの、どうやら強制ではないそうなので、なんかまがまがしい魔法を唱え出しました。試験の目的わかってますか？何やら一つのファイアボールに魔力を極限まで詰め込み、衝突時に爆発を起こす魔法だそうで、その名も、フレームバースト。それは的は愚か周囲に犠牲者が出ていてもおかしくはない破壊の跡を生み出し、本人はその結果に満足そうでした。山奥で暮らしていると、やって良いことと悪いことの区別がつかなくなるのですね。その威力に取り乱し、威力のおかしさについて問いただすスワロに、強い魔法を打ったつもりなんだが、と真顔で答えるルークさん。一応解説すると、本人は弱すぎると思われた、そう判断したみたいです。こやつ？やりおった？どうやら本人は、いかに少ない魔法で多くの的を破壊するかの試験だと思っていたみたいです。いや、そういう勘違いの次元じゃないですよ。そして迎えた合格発表の場では、ルークをライバルと認めたファスナー様が気持ち悪く絡んできますが、残念、ルークは不合格でした。常識がないからですかね。こうして、どうせ落ちているであろう受験者たちから笑い者にされ、ルークが我流攻略者を選ばざるを得なくなったところで第1話終了です。攻略者学校の入学試験に失敗し、我流攻略者となった主人公が、圧倒的な力で成り上がっていくストーリーです。何ですかね、これ。商用作家が3人もガン首揃え、作ったのがこれですか。完全に悪ふざけでしょう。酔っ払った勢いでノートに書いたリレー小説をうっかり商用化してしまったのでしょうか。正直これを評価しようとすると頭の中にバリ雑言しか浮かんできませんが、なんとか抑えて冷静に語っていきたいと思います。まず1話のラストが気になると思うので、先に主人公が不合格になった理由だけお伝えしておきますと、ステータス試験の結果です。ステータスはアルファベット表記が常識で、S が一番高くて I が一番低いそうなんですが、主人公が書き写したステータスが数字だからおかしくて、その後検査してみたらステータスが SS だったので、ステータス魔法が使えていないと判断されたんだとか、前置きと経緯と結論すべてが噛み合っていません。また筆記試験でも、強敵が現れたらどうするか、という設問に対し、模範解答は、逃げる、なのですが、主人公はあの手この手を駆使した上級者向けの解答をしてしまい、初心者には無理だからと弾かれたようです。まあ、なんと言いますか。バカじゃねえの、って感じですね。これで読者が納得すると思ったのか。それとも笑わせようとしたのか。くだらないのか滑ったのかすら判断が難しい、アホみたいな展開です。さて、それでは仕切り直していきましょう。まずは世界設定です。
迷宮を攻略する、攻略者、なる職業があって、それを育成する機関が存在する。そこはまあいいでしょう。ただ学校に通えないがゆう攻略者が、あらゆる侮蔑や差別、嘲笑の対象になるとありますが、これを素直に受け入れられる人が一体どれだけいるでしょうか。ここで言うのは感覚的な話です。詳細はわかりませんしね。この、感覚、というのが結構大事で、とりあえず細かいことは後から、と流せる設定なのか。いやそんな世界あるか、と疑問を抱くかで作品と向き合う姿勢が変わってくるんですよね。これが貴族と平民、といった本人の資質ではどうにもならない壁がある世界ならわかりますよ。しかし、攻略者、という実力が物を言うであろう社会で、学校に入学できたかできないかでここまでの二極化が進むというのは、到底素直に飲み込むことができません。とまあここまで感覚の話で、ここでつまずくとあとは疑問や反証が湧いて出ます。そもそも即戦力が金と時間を浪費してまで学校に行く必要性を感じませんし、自分で鍛錬するもよし、先輩攻略者とパーティーを組んで実地訓練するなり、実力をつける方法は学校以外にいくらでもあるでしょう。むしろ学校に通わないと迷宮一つ挑戦できないのかと、そちらが無能にさえ思えるくらいです。実際に受験者たちの大半は、魔法一つろくに発動できないポンコツの集まりですからね。そんな当たり前を無視した世界で活躍するのが主人公ですよ。実力主義の世界を実力で成り上がる。至って普通のことをするだけです。つまりこれは、主人公を不遇なポジションに一旦収めるためだけのアホみたいな設定でしかなく、普通、を無理やり、特別、に昇華させるただのつまらないご都合に他なりません。また、迷宮、という代物、どうやら放置すると周囲に甚大な被害をもたらす厄介なものらしいことが後で判明するんですよ。そうなると、この攻略者学校の位置づけも変わってきますよね。個人の利益のために攻略者を目指すというなら、高い試験費用と実力を試されるのも良いかもしれませんが、それが世界の危機を未然に防ぐためとあれば、国は優秀な攻略者を育成するために積極的にバックアップすべきで、金銭面を理由に、わざわざ命を懸けてくれる既得な人材を差別するような状況を作るとか、馬鹿しかいないんじゃないのか、と思われても仕方がないでしょう。ああもうめちゃくちゃですよ。で、ずさんな設定に似つかわしく、ストーリーもひどいものですよ。入学試験の的当て、ギャグのつもりなのかは不明ですが、一体何度やれば気が済むのでしょうか。そして展開もいつも通り、登場人物の頭に脳みそが入っているとは思えない言動ばかりで、挙句の果てには面白くもなんともない、むしろ不愉快ですらあるセルフオマージュをかましますからね。受けているのか笑われているのか、それすら判断がつかなくなっているのでしょうか。2話以降も、主人公が迷宮でおとりとして置き去りにされるなど、どこかで見たことがあるような展開のオンパレードで、当然そんなものが面白いはずもなく、冒険者、ではなく、攻略者、と、名称だけで差別化を図ろうとしている部分が滑稽に映りますよ。結論としては、無理やり作られたおかしな世界で主人公を持ち上げるだけのいつもの作品で、3人の英知を集結したという大文句の手抜き量産品という印象です。まあそれでも怖いもの見たさで気になるという方は一度読んでみてはいかがでしょうか。さて、最強をテーマにした漫画の紹介いかがでしたか。漫画家がかわいそう、と思ったあなたはチャンネル登録、高評価お願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。